福島、楽しもう福島のシリーズ。川上温泉の一郎荘さんのおかみさんです。これ、森林トロッコ鉄道が走ってたのはどこですか？この川の向こう側、まだ線路がそのまま残ってますよ。すごいね。普通ね、鉄道っていうのは廃線になると、鉄だから線路どけちゃうんだけど、線路がそのまま残ってるんですね。で、この459号線も昔はもっと同じ場所だけど高さが低くて、雨降ったりすると大変だったんですか？滝のようだったんですか。まあ、あの沼とかね、湖が多い故障の磐梯ですからね。それはもう宿命でしたね。